新型コロナのなんで今日は関西福祉大学の勝田教授に聞きました実はこんな質問をいただいているんですインド株は感染力が強いの最近よく聞くインド株ですが感染力はどうなんでしょうかこちらご覧ください厚労省の専門家会合によるとイギリス株というのは従来株の1.5倍の感染力があるんですがインド株はそのイギリス株の1.5倍 従来株の2.25倍の感染力があるということで明らかに感染力が強いということが報告されていますじゃあなぜこんなに感染力が強いのかその部分を勝田教授に聞くと先生は現段階では分からないと答えていました先生だけではなくてですね厚労省の専門家会合脇田座長も どういうメカニズムで感染性が上がっているかは説明できないとしているんです勝田教授によると新型コロナウイルスというのはですねおよそ2週間で1箇所このスピードで変異を繰り返しているということでそれがある意味ウイルスの生き残り戦略だと表現していらっしゃいましたただ一方で2週間に1箇所変異していても消えていくウイルスもあるんですって結果的に感染力が高まって広がっていくウイルスもあると でですのでこれからも感染力の強い変異株が新たに出てくる可能性は十分にあると話していました。以上、新型コロナのなんででした。